ハインリヒルートビヒエグモント・ドルンは、ドイツの指揮者、作曲家、ジャーナリスト。ドルンは、プロイセンのケイニヒスベルクに生まれた。その地で、ピアノ、歌唱法、作曲を学び、後に、ベルリンに赴きルートビヒベルガー、ベルンハルトクラインとカールフリードリヒツェルターに支持した。ドルンの最初のオペラ、ローランズ・クナパンは1826年に初演され、成功を収めた。 この頃、彼は、ベルリン一般音楽信仰ベルリーナーアルゲマイネ、ミューズグセチューングの共同編集者となった。ドルンはオペラ指揮者として知られるようになり、各地の劇場に職を得る。ケーニヒスベルク、ライプツヒ、リガ、ケルンである。1849年に彼は、ビルヘルムターベルトと共に、ベルリン国立歌劇場の指揮者となり、1869年まで、その職に留まった。 ドルンは若きシューマンに対法を教えており、またリストの友人でもあった。ワーグナーには厳しい批判を浴びせていたが、説得された末に1855年にオペラ、タンホイザーを指揮している。また1853年にはニーベルンゲンの歌に基づくオペラ、ニーベルンゲン大ニーベルンゲンを書いているが、これはワーグナーがニーベルングの指輪を完成させる何年も前のことで、 あった。ドルーンは1892年にベルリンで池を引き取っている。ありがとうございます。